こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはエイビルガイストの対処法を憑依霊編ということでお送りしたいと思います。はい、今回もですねエイビルガイストの対処法という、まあ、シリーズで、まあ以前浮上物霊編ということでお話をちょっとしましたけども、まあ今回も浮上物霊も含むんですけども、まあその中でもね、そのまあ浮上物霊というのは単純にその成仏できてないと未浄化の霊を言って、その霊がですね私たちにマイナスのこう影響を与えてくるとね、与えてくると言っても積極的に与えるというよりは、その浮上物霊自体がマイナスの霊波動を持っているがゆえに、そういったまあ霊的存在にですね関わってしまうと、こちらの霊波動も下がってしまうということで、そうするとですね、まあその我々の背後に持っている霊界も曇ってきてですね、まあ霊界のまあ政府の力とか政府とかね、そういったものもですねネガティブな方向に働くようになってしまう、ね、霊的な霊界の質が下がってしまうので、ね、政府の力もですね結局ネガティブな方向に働いてしまいかねないというね、うん、だから霊界のね政府っていうのも政府は強い方がいいんですけども、悪い霊界というか、そのネガティブな霊界を持ってしまうと、そのネガティブな霊界が何倍にも政府の力によって増幅されるってことを考えると、政府というものはね、霊界の政府ね、スピリチュアルアトラクティブフォースですけども、これね必ずしもね、それが強ければいいっていうもんではないということが分かってくると思うんですよね。うん、だからエイビルガーストというのは結構我々の霊界が怪我してくるものなので、結構気をつけなきゃいけないという部分なんですけども、今回はですね、まあいるだけでも厄介なんですけども、もっと厄介なのがいると。それは憑依霊というか、まあ、憑依霊というのは便宜上呼んでるだけですけども、要はその人に憑依を積極的にして、まあ、取り込んでね、自分自身で操ってやろうみたいなね、操ってやろうって言っても、本当にそのガチガチの憑依って言っても憑依レベルっていうのがありましてね、なんとなくこうオカルト番組とかね、そういうのだとなんかすごいもう人格変わっちゃってうわーみたいな感じで、ね、なる、ああいうのをイメージする方も多いと思いますけども、別にそこまでいかなくても憑依ってあるんですね。ちょっとした雰囲気が変わっちゃうとか、ちょっと性格が変わってきたねとか、なんか行動が最近昔と違うねとかね、まあ、もちろんそれは単純に心が変わって、ね、いい意味で成長して態度が変わったりとかね、性格が変わるっていうのは別にいいわけですけども、そうじゃなくて明らかになんかちょっとすさんできたねとかね、おかしなね、明らかに常軌を逸した行動を取るようになったねっていう場合は、その憑依を受けてるとね、まあ、憑依という言葉を使う場合は大体マイナスのネガティブな場合に使うことが多いので、まあそういうふうに使い分けてますけども。なので、そういう憑依レベルでもね、本当にガラッと人格変わって、うわーって騒ぎ出すとかね、そういうのはもうマックスレベルですけども、最初はほんのちょっとの気配の違いとかね、雰囲気の違いとか、そういうところから現れてくる。なんか調子が違うなとかね、そういうところから現れてくるものなので、我々意外に憑依っていうものを受けてたりすることがあるんですね。で、なぜそんなことが起こるのかというと、そのやっぱり憑依してやろうというね思ってる霊がいるってことなんですね。霊人だったり霊物だったり、いろいろパターンはあるんですけども、憑依霊といっても霊人ばかりじゃなくて霊物的なものも多くて、むしろ霊物の方が多い可能性もあるくらいで、まあ何にせよですね、乗っ取ってやろうと、こいつにくっついて、で要はその霊は肉体がないがゆえに、その肉体的な感覚を得たいわけですよ。ね。霊的な存在だと、霊的な部分での感覚があっても、その肉体レベルの、その要するにそういう、憑依してやろうなんていうエゴイスティックな考えを持つ霊というのは、大体低次元層ですから、そうすると低次元層のやっぱり物理的な分かりやすいものを求めるわけですね。で、そういう場合はですね、やっぱり肉体を持った人間に、こう、くっついてね、入っていって、でそれで自分も感覚を享受しようという、ね、そういうことを企むわけですね。でそういう例にやられると、自分が乗っ取られてるような、ね、
自覚はないんですよ、大体。乗っ取られたなって、自覚がある人っていうのは逆に言えば、まあ、そういうなんか憑依と憑依されてない状態というものが体感的に区別つけられるようなね、まあ、着せずしてその、人生上そういう経験を繰り返していくと、今なんかついてきたなとかね、分かったりすることがあると。たまに霊感が強いとかって言われる方で、なんか今ちょっと、なんか、憑依されたとかね、なんか入ってきたっていう風に分かる人いるじゃないですか。それはなぜ分かるかというと、入ってない状態と入った後の状態というものを客観的にこう、俯瞰的に見るということを、おそらく人生の中でいろいろ繰り返されてきたんですね。だから、ついたつかないとは分かると。まあ、霊感が強い、強くないというよりは、その感覚の違いというものを分析していくと、分かってくる話なんですね。だから、まあ、普段は分からないわけですよ。意識してないから。意識してないどころか、そんなものはねえよぐらいに思って生きてるわけですから、なんか、脅威されても分からないと。分からないんだけども、操られているということが起こってくるわけです。で、まあ、どちらにせよ、前回のね、浮上物霊編の時もお話ししたように、そういうマイナスな霊にね、干渉されるだけでもマイナスになるんだけども、どん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 入り込もうとされてしまうと、さらに悪化するということは言えるわけですね。で最終的に同化してしまうと、本当に異常をきたすような、ね、ことにもなってしまうし、まあ、そこまでなかなかいかないとは思うんですけど、でも、どちらにせよ人生にマイナスの影を落とすことは間違いないので、そうならない前に、どうにかしなきゃいけないよねっていうことで、まあ対処法ということで、今回はまあキーワードとしてはアウェネスコアと、ね、何回も言ってますけど、アウェネスコア、ね、もう3回目ですね、出てくるの、なんか耳にタコができたという方もいるかもしれませんがね、ずっと聞いてくださっている方は、まあ結構重要な言葉であるし、考え方になるので、何回も出てくるんですけど、アウェネスコアと、あとリーブディフェンスというのが鍵になるということなんですね、今回のお話のテーマとしては。でどういうことかというと、まあ、まずですね、どういう人が憑依されてしまうか、憑依されやすいかというとですね、まあ、一つには、ぼーっとしている感じの、なんかぼーっとしやすい人っているじゃないですか。まあ、私もぼーっとしやすい、結構子供だったのでね、子供だったし、たちなので、まあ、別にそれを悪口で言ってるわけじゃないですよ。結構ぼーっとしてしまう、まあ、別の言い方で言うと、トランスの揺らぎに入りやすいという、ような言い方ができるんですけども、トランスに入りやすい人、トランスの揺らぎが起こりやすい人というのは、ぼーっとしやすくて、ぼーっとしやすい人って結構やられやすいんですね。ぼーっと、なんとなく、わーって、弛緩する。それは悪いことでは、本当はないはずなんですけども、ただし、霊的には一瞬無防備状態になるんですね。トランスの揺らぎって。だからトランスの揺らぎが起こった時には、いろんなものが入ってきやすくなるので、いいものも入ってくるんですよ。いい意味で、いいものに意識が向いていれば、いいものが入っているくるんですけども、例えば、守護霊とかね、守護霊とかに意識が向いていれば、守護霊というものがふわーっと入ってくると。そうすると、守護霊の気持ちや心が分かったり、ね、メッセージが場合によっては受け取ったりすることができるわけです。ところが、そうじゃなくて、ニュートラル、ね、あんまりこう考えてないし、ね、別に意識が高い方向に向けてるわけでもない状態で揺らぎになっていると、何が入ってくるか分かんない状態なわけですね。何でもありなわけです。例えるならば、ね、家の玄関開けっぱなしで、ね、家に出ちゃって、中誰もいません。ウェルカム。ね。うん。別に、普通に家の人が帰ってきて、ね、入る分に、ああ、鍵開けっぱなしじゃん、ダメじゃん。とかね、思うぐらいで済むかもしれないけども、泥棒がね、近く通ったら、やった、なんだ、ここ開けっぱなしじゃん、ラッキーっつってね、なんか入ってくると。それはまずいわけですよね。泥棒とか、そういう空き巣とか、なんでしょうね、そういう、ね、犯罪者とか入ってきてほしくないわけですから。で、そういう人も入ってきてしまう。これがまあトランスの揺らぎ状態なので、うん、まあぼーっとしやすい人というのはやられやすいと、一つあります。で、あともう一つ問題なのがですね、ネガティブな考え、念に常にとらわれている。常にこうネガティブで毎朝で、ああ、自分の人生なんかこんなもんだとかね、ああ、なんかこの間はあんな、あの人にあんな嫌味を言われて腹が立ったとかね。そういうネガティブな思いにとらわれ、かつ腹の中で、クソ、いつか仕返ししてやるとかね、ちょっとなんかこう、悪いことを考えてるみたいな、よからぬことを考えてしまっているという状態。こういう状態になるとですね、霊波長が下がるわけです。自分の霊波長というの質が悪くなるわけですよね。そうすると霊波動も下がります。そうするとですね、ますますそういう、なんですか、霊波長の低い、まあ、憑依霊、ね、エゴイスティックな憑依霊に引き寄せやすくなり、かつ、入られやすくなるわけですよね。うん。なので、まずですね、
あのアウェネスコアという話をさっきも言いましたけども、これが結構重要になってきます。アウェネスコアとは意識の、ね、心の支えであり軸であり、ねね、人生を支えているものです。でそれはなぜ支えになっているかというと、自分にとってとても重要なことだからですね。で人間がそのトランスの揺らぎに入ったりぼーっとしてしまう理由っていうのは、大事なことから注意しそらしてしまってるんですね。だから、うん、本当はそれがすごく大事だから自分の中のアウェアネスコアになってるはずなのに、そこじゃない別のことに意識をそらしてしまうとね。なんかだから気もそぞろな状態ですね。集中できてない状態です。そうするとですね、足元がグラグラしてるような状態で、あの弱くなっちゃうんですね。防御的な、霊的防御的なものがね、うん、当然アウェネスコアが揺らいでると守護霊との距離もできやすくなりますからね、ますますこう憑依されやすくなると。だからアウェアネスコアというものをきちんと確立していく、もちろん正しいね、正しいというかそのしっかりとしたもの、普遍性の高いものだったり、きちんと、ね、あの前回アウェアネスコアのところでお話ししましたけども、あのしっかりとしたアウェアネスコアを築いておくとね、気づき、それにきちんと意識を集中させておくと、あの憑依を受けにくくなります。だからなんとなくその日暮らし気分でとかね、感情的に、感情の感性のままにね、感性のままに生きるっていうとなんかいい響きがあるかもしれないけども、感受性とか感性だけ、感情だけで動いてるとですね、やっぱりそのアウェアネスコア弱くなるし、あのすぐにこう入られやすくなるんですね。だから感情的な人、感性の人っていうのはある意味であの情緒豊かでね、いい部分もあるのかもしれないけども、何かあった時にすぐに揺らいじゃって、すぐに乗っ取られやすくなっちゃうんですよね。だからそれをどうするかっていうと、やっぱりアウェアネスコアを確立するということがすごく大事になってくるんですよ。だからエイビルガイストっていうものにやられないためには、アウェアネスコアをしっかりと確立するということも重要になってくるわけですね。だからアウェアネスコアの話とエイビルガイストの話は別個でしてきましたけども、最終的にはつながるわけですね。全部つながる話になってくるんですけども、そこが大事なんです。だからアウェアネスコアというのは、例えば典型が言えば宗教で言えば信仰心ですけども、信仰心の強い人はね、エイビルガイストにやられないわけですよ。ね、うん、だって信仰心があるから。だからよくなんかクリスチャンとかでね、ものすごい信仰を持ってる人は悪魔がこうね、誘ってきてもこう退けられるなんて、そんなシーンがあったりしますよね、映画なんかで。わかんないけど。だから逆に信仰心が揺らいでると悪魔にいいようにやられたりとかね、まあそういうなんかちょっとアメリカのね、そういったホラー映画とかね、そんなシーンがあったりしますけどもね、うん、つまりアイアンスコアっていうものが確立されていればエイビルガイストにやられにくくなるよということなんですけども、あのまあもう一つね話をしたいのが、あのリーブディフェンスという考え方がありますと。リーブディフェンスとは何かというと、まあ、簡単に言うと、そういう悪いものから距離を取りましょうっていうことなんです。で距離を取ると言っても、どう取る距離を取ったらいいのかという話なんですけど、まあ、意識的な距離なんですね。つまりさっきも言いましたけど、アウェアネスコアを確立し、そこに意識を集中するということは、ネガティブなことだったり悪いことだったり、ぼやっとしている暇がなくなったり、だってアウェアネスコアは自分の重要なものにね、重要だと、人生の支えになっているものに集中している時というのは、ね、余計なことを考えている暇がないから、ぼーっとする暇がない、つまり余計なトランスの揺らぎが起こらない、揺らぎじゃなくてトランスの情に入っている状態ですよね。情というのはあのその中に入り込んでいる状態です。わっとこう入り込み集中している状態です。揺らいでいる状態というのはこうなんとなくぼーっとしている状態、情に入っている状態、情に入っているということは、あのもうその入り込んでいって、その他のものが受け付けないという状態です。つまりネガティブなもの、ね、自分自身の悪い念とかね、そういうものと距離が置かれている状態ですね。だから意識的な距離を置くってよく言うんですけども、ね、悪いものに意識を向けないでくださいというふうによく言うんですけども、意識を向けないということは違うことに積極的に意識を向けているということなんですね。つまりポジティブなものに積極的に意識を向けている状態が悪いものに意識を向けない状態なんですね。ここが分かってないと、悪いものに意識向けちゃいけない、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 ね、悪いものはね、エビルガイストに意識を向けないんだって思ってれば思うほど、意識向けない、向けないと言いつつ、向けないと言いながら向けてるわけですよね。そういうことになるわけですね。だから、積極的なこと、
ね、アウェアネスコアになるようなものにガーッと意識を向けていくことがリーブディフェンス、すなわち意識を離れることによって自分がそういうネガティブなものから防御されるという考え方になるんですね。だからリーブディフェンスというのはだから意識的距離を置いて自分を守るということですね。うん、もちろんね、それだけじゃ落ち着かない部分があるので、まあ、いよいよお祓いをしたりとかね、条例をしたりとか、そういうことはあるわけで、それは別に否定されるべきものじゃないし、それは必要なんですけども、でも、毎日、こう、例えばですけど、お家の掃除を、ね、徹底的にしていると、そうするとですね、一生家の中を掃除してなきゃいければいけなくなる。もちろん、定期的にお掃除することは大事だし、毎日掃除機ぐらいかけるべきかもしれないけども、でも毎日、1年の、計の元旦の、簡単じゃないや、1年の、ね、終わりの、なんだろう、年末の大掃除みたいなレベルで、ね、毎日常にやってたらね、それだけで一生終わるわけじゃないですか。そういうわけにはいかないわけですよね。だから、普段付けでできること、ね、定期的に払ったり落としたり、あるいは条例して浄化したり、ね、ヒーリングで癒したりっていうことはいいんだけども、ね、それとは別で、常にやっておくべきこととしては、常に24時間365日体制でやっていくべき霊的ディフェンスとしては、リーブディフェンスという考え方を持ってほしいんです。つまり、悪いものに意識を向けない。いいものに集中する。ね。これだけでエイビルガイストというものが憑依されにくくなりますので、エイビルガイストで憑依してこうする、憑依霊を弾いていくことができる。弾くというよりも関係性が持てないから。冷戦が繋がらないから、その影響来るわけないですね。周りに立ってリーブディフェンスがしっかりとできていたら、そういうものをいろいろとね、受けることが極力少なくなりますから、うん。それがまあ、基本的に日常的にやるべき基本ベース。もちろんそれだけでは追いつかない部分があるので、もちろん時々ね、お祓いしたり、条例したり、あるいはヒーリングしたり、ということは全然していいんです。ね、それを別にそれをするのは間違いだとかいう話じゃなくて、それをしつつもそれだけだとやっぱり、ね、追いつかない部分があるだろうから、普段付けでやっておくべく、まあそのまああれですよね、時々病院行ってね、治療したりとか、ね、健康診断を受ける、そういうのはいいじゃないですか、した方がいいかもしれないじゃないですか。だけども一番の基本は日頃の食生活を気をつけ、ね、生活態度を気をつけ、いろいろと適度な運動をしつつ健康であるべく振る舞うという日常生活があってっていうのがやっぱり一番大事じゃないですか。それがあった上で、でも時々はお医者さん行って健康診断受けてみましょうとかね、うん、ちょっと調子悪そうだから受診してみましょうということも合わせてやっていくべきじゃないですか。普段めちゃくちゃな生活して、ボロボロの生活して、とりあえず医者にだけいっぱい行くというのはやっぱりちょっと違うよねっていう、そういう話でございます。まあ、そういうわけで今回ですね、まあ、エイビル・ガイスの対処法憑依霊編ということでお話ししましたけども、まあ、キーワードとしてはアウェアネスコア、その確率とリーブディフェンスという、日頃からのリーブディフェンスというね、考え方が大事になってきますよということで、今回はお話をさせていただきました。ということで今回もシゴスピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。